さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は私がおすすめする海外通販サイトを紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということでね、私は結構海外ブランドが好きで、海外ブランドって言っても韓国とかよりイタリアとかアメリカのブランドが好きなので、結構ね通販サイトは利用するので、私が使っていてすごいねいいって思う通販サイトだけを絞って紹介していきたいと思います。結構ね使っているので参考になると思うので、ぜひね最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということで、それでは紹介していきます。まずは大きくくくると4つのサイトがあるんですけど、ランキング順に第4位から紹介していきます。まず第4位はじゃん、ルイーザビアローマっていうサイトです。まずねこんな感じで、私の iPhone の中に海外サイトのアプリが入っているんですけど、まずルイーザビアローマというのはこんな感じのサイトになっていて、開くとこんな感じになっています。で、ちなみに私が海外通販サイトでお買い物をするときはママにねこれ欲しいんだけどって言って買ってもらっています。なので全て安全で安心なサイトになっているので、参考にしていただけると嬉しいです。それでは紹介を続けていきます。このサイトは結構4位の理由が定価で売っているんですよ。なのであんまり安くは売ってなくて、で在庫は結構たくさんあるんですけど、送料は3万円を超える注文で速達便送料が無料になって、返品無料、関税込みになっています。なのでねこの3点はめっちゃいいと思います。なのでこのサイトで買うときは3万円を超えるようにお買い物するようにしています。で、今回紹介するサイトはほとんど関税込みになっているんですけど、この関税込みっていうのは海外通販サイトで買うときは絶対確認した方がいいと思います。関税っていうのは海外から届くので関税がかかるものもあるんですけど、関税がかかるときは届くときに直接払う方法とかもあるんですけど、結構ねそれがママが言うには高いらしいので、関税込みになっているものがいいらしいです。で、どのサイトでも共通していることなんですけど、たまに商品を買うときに使えるクーポンとかも発行されているので、そちらもね見て購入することがおすすめです。なのでクーポンが発行されている時期とかに買い物をするといいと思います。で、私が買い物しているサイトは全て日本語で表示されているところで買うようにしています。で、このサイトもね結構シンプルなサイトになっていて見やすいのでおすすめです。はい、ルイーザビアローマのサイトはこんな感じです。それでは次、続いて第3位はじゃん、ユークスというサイトです。はい、こちらは YOOX って書いてユークスという簡単なサイトなんですけど、こんな感じのね一番上のサイトになっていて、開くとホーム画面はこんな感じになっているんですけど、このサイトはすごいね、掘り出し物とかを見つけるときにはいいと思います。っていうのはなんか2年くらい前の商品を売っていて、なので例えば1万円の商品が1000円とかで買えたり、10万円する商品がなんとね7000円とかで買えたりするので、すごいねおすすめです。なのでアウトレットとかに行っている感覚でお買い物をするとすごい掘り出し物とかが見つかっていいと思います。このサイトはあんまり商品は売っていないんですけど、たまに見てみると可愛いものとかが売っていたり、前欲しかったものとかがパッと見つかったり、他のサイトにはない在庫があったりするので、たまに見てみると結構ね楽しいのでおすすめです。で、こちらも送料は3万円以上で無料になるんですけど、1ヶ月に2回ぐらい送料無料キャンペーンをやっているので、3万円以上買わないっていう時にはおすすめです。で、返品も無料でできるので、試着している感じで買ってみて、買っても似合わなかったとかサイズが合わなかったとかしたら簡単に返品できちゃうので、すごいおすすめです。なので試着感覚に買うのにもいいと思います。で、あとねこちらも関税がかからないのでおすすめです。あと海外から届くんですけど、すっごい早く届くので、海外サイトって届くまでに結構時間がかかっちゃうこともあるんですけど、このサイトは1週間ぐらいで届くので早く来たいっていう方にはいいと思います。で、このサイトのちょっと悪い点なんですけど、あんまり商品に対しての記載がないのと、サイズとかもあんまり書いていないので、ちょっと心配だなっていうことは、他のサイトで1回そのブランドを買ってから買うことをおすすめします。なので初めて買うブランドとかはこのサイトはあんまり使わない方がいいと思います。
で、あとは私が買った時はそんなことはなかったことなんですけど、このサイトを使った方のレビューを見てみると、汚れがあったとか傷があったとか、多分返品できるので、いろんな方が返品して傷ができちゃったりしていると思うんですけど、たまにそういうことがあるらしいんですけど、まあ安いのでアウトレット品だと思えばいいんじゃないかなって思います。人気の商品は結構お値段は高めなんですけど、あんまり人気のない商品とか色によってはすごい安く売っているので、掘り出し物を探すのには楽しくておすすめのサイトです。はい、ユークスというサイトはこんな感じです。それでは次、はい、続いて第2位はじゃん、ファーフェッチというサイトです。はい、このサイトはね、結構知っている方いるんじゃないかなって思うんですけど、最初に紹介した2つのサイトはあんまり知られていないサイトだと思うんですけど、ファーフェッチはね、結構有名なサイトなので知っている方いると思うんですけど、紹介していきたいと思います。まずアプリもこれはあるんですけど、こんな感じのアプリになっていて、アプリで買ってもいいし、普通にインターネットで買ってもいいっていうサイトになっています。でもね、このアプリを入れることによってアプリ特典とかもあったりするので、アプリを入れた方がいいと思います。で、開いてみるとこんな感じになっていて、こちらのサイトは安いものもあるし高いものも売っているんですけど、普通にそのブランドの公式通販サイトとかで買うより安いこともあるし、セールをやるのでこのサイトは結構おすすめです。でね、ここのサイトのいいところがカスタマーサービスっていうところがあって、例えばこの商品のサイズ感とか着丈とかが気になるとかいう時とか、在庫ありませんかとか聞きたい時にすぐねメールをしてすぐ返事が来るので、着丈とかを知りたい時とかおすすめです。で、こちらのサイトも関税込みで返品も無料でできます。でもね、返品する時無料って今言ったんですけど、返品する時の送料は購入者負担のサイトになっています。で、送ってくる時の送料は3万円以上の購入で一律1500円になっていて、それ以下だったら4100円かかっちゃうので、1500円で済ませた方がいいと思うので、4100円かかっちゃうと他の洋服もう1枚買えちゃったりもするので、1500円にした方がいいと思います。で、どのアプリもそうなんですけど、下の部分にこんな感じでね、分かりやすい感じで検索して、ブランドとかも検索してすぐパッて出るのでおすすめです。で、このサイトも夏とか冬のシーズンオフになるとセールとかもやったりするので、ちょくちょく見ることがおすすめです。このサイトはね、結構日本人でも知っている方いるので、すごい有名なサイトなのでおすすめです。はい、第2位はこんな感じです。それでは次、はい、続いて第1位はじゃん、バイマというサイトです。はい、このサイトは結構ファーフェッチ以上に知っている方いると思うんですけど、バイマっていう書いてある BUYMA っていうサイトなんですけど、はい、開くとこんな感じになっていて、全部ね同じような感じのサイトの作りなんですけど、このサイトは海外通販サイトで一番知られているんじゃないかなって思うんですけど、私もここのバイマっていうところを一番よく使っています。で、このサイトは本当に商品がたくさんあって、バイヤーさんっていう方がいるんですけど、いろんなバイヤーさんの方がいて、その人によって商品の値段が全然違うので、いろんな商品を見て一番安いところで買うことがおすすめです。なので在庫もたくさんあるので、このサイトは本当にいいと思います。で、ここのサイトはバイマの紹介で別動画で紹介しているので、詳しく気になった方はぜひね、そちらの動画も見てみてください。全てのサイトでそうなんですけど、会員登録することでポイントが貯まって、でバイマは商品を買うごとにどんどんステージが上がっていって、ステージが上がるごとにポイントアップになったり、いろんなクーポンが発行されたりするので、このサイトは結構使うことがいいと思います。で、前にも言ったんですけど、送料と関税はその出品者の方によって違うので、送料込み関税込みって書いてある方から買うことがおすすめです。関税込みだったらすごい安く出品している方もいるんですけど、ちゃんとね見て買うことがいいと思います。私も買うときにママに確認してもらってから買うようにしています。で、このサイトは本当にいろんなブランドがあっていいと思います。はい、バイマというサイトは結構知っている方いると思うので、こんな感じです。ちょっとね、簡単に紹介したんですけど、気になった方は別動画もチェックしてみてください。で、全部のサイトで言えることなんですけど、アプリで買った方がインターネットで買うより見やすいし、操作が簡単なのでアプリを入れた方が分かりやすくていいと思います。で、あとね、バイマは探してもなかった商品をリクエストするってやつをやったら、もしかしたらそれを見ていた出品者の方が出品してくれることもあるので、探している商品とかがあるときはバイマを使うことがおすすめです。はい、続いて番外編なんですけど、
私がよく使っているサイトもう一点あるんですけど、皆さんジャスティスっていうブランド知っていますか？アメリカのこうたくさんあるプチプラブランドなんですけど、こんな感じの本当に英語の全部英語な感じのサイトなんですけど、今年に入ってから日本にも発送してくれるようになって、こんな感じでね書いているんですけど、日本語にもなっていて日本円で表示してくれるし、生産の時に関税、消費税、国際配送料も計算してくれるので、後からこんなに送料高かったとかなることもないのでおすすめです。去年までは日本に配送してくれなかったのでこのサイトは使っていなかったんですけど、今年から日本に配送してくれるようになったので結構使っています。でここのブランドの紹介になっちゃうんですけど、めっちゃ安くて可愛いものがたくさんあるので結構知っている方いると思うんですけど、ジャスティスっていうサイトなので気になった方はチェックしてみてください。すごいね、アメリカンな服とか、あとバックパックが結構有名だと思うんですけど、めっちゃ可愛いスパンコールのバックパックとか持っているのですごいおすすめです。ちょっと関税とかはかかっちゃうんですけど、先に計算もしてくれるのでいいと思います。はい、こんな感じで私のおすすめ通販サイトは以上です。はい、ということで今回は私がおすすめする海外通販サイト4個とジャスティスというサイトを紹介しました。私は結構海外通販サイトでお買い物をするので、日本の通販サイトよりも使っているので、今回おすすめしたサイトは危なくないしすごいおすすめです。ママにも聞いたんですけど、すごいいいサイトらしいのでいいと思います。今回紹介した通販サイトが気になった方はぜひね、海外ブランド好きっていう方にはおすすめなのでチェックしてみてください。第4位とか第3位のルイーサビアローマとかユークスというサイトはあんまり知らない方いるんじゃないかなって思うので、おすすめなのでチェックしてみてください。あとね、海外通販サイトでおすすめな点は、日本に在庫がなかった時でも海外のサイトを見たらあることとかもあるので、探し物がある方とかにもおすすめだと思います。次回の動画なんですけど、たまに日本のサイトでもお買い物したりするので、今度はね、日本のサイトの紹介もしたいと思うので、そちらの動画も楽しみにしていてください。通販サイトは結構届くまで心配とか、直接見て着てみれないし、どんな感じかわかんないので心配っていう方もいると思うんですけど、届くまでの楽しみとかあるので、私は通販サイトすっごい好きなのでぜひ利用してみてください。ということで、この動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。ではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。